ようございます。毎日新聞の3月9日月曜日に東日本大震災10年という特集で、あの日に学び明日を守るという記事がありました。悲しみや希望、言葉で表すという題が書かれていました。そこに、見上げれば瓦礫の上に鯉のぼりという俳句が載っていて目に留まりました。他にも、夢だけは壊せなかった大震災、恨んでも恨みきれない青い海などという句も目に留まりました。これは宮城県女川町の中学生の俳句だそうです。女川町は津波で町の建物の7割が完全に壊されたそうです。町のほとんどの人が被災者になったのでした。灰色の景色の中で新学期を迎えた町立女川一中現女川中学の全校生徒は2011年の5月に俳句作りに挑んだそうであります。この見上げればの句は中学3年の女子の作であります。この方、家族は無事だったそうですが、自宅は津波で流されたそうであります。町中瓦礫しかないような光景だったとのこと。だが、そこには自分たち家族も含め人々の暮らしの記憶が詰まっていると、羽鳥書店から発行された女川一中の句あの日からには書かれています。家族で車で出かけた時だ。町の高台を登り、女川港が視界に入った。目を開いた。岸壁のそばに町の観光物産施設マリンパル女川が立つ。津波をかぶって廃墟となったその建物の上に鯉のぼりが挙げられていたというのです。はじめはこの句、泳いでる瓦礫の上に鯉のぼりと読んだそうなのですが、鯉のぼりに泳いでいるは余計だと考えて、復興ということを自分なりに表現するのに、上を向いて生きようという気持ちを込めて見上げればとされたのだそうであります。こういう句を見ますと、坂村新民先生の影あり仰げば月ありの詩を思います。影がある、そのことに気づくというのは、それを照らしている光があるということなのであります。影だけしかないということはないのであります。浄土真宗の妙好人に三河のお園という方がいました。このお園さんにこんな話がございます。ある時や一中からお坊さんが本山から派遣されて、三河の各地を巡回して法話をして回られたということがあったそうです。その時にお園は一度も欠かさずにその法話を聴聞をしたそうであります。半月余りもかかって三河の各地を巡回して、いよいよ最後の法座御法話が矢作川のほとりのお寺で催されました。その夕方、お寺の座敷でお別れの挨拶をし、この度はありがたいご教化に預かりましたが、この愚かな園はせっかくお聞かせいただいたお話もすっかり忘れてしまいました。どうぞ片身にたった一言お聞かせ預かりとうございますと申し上げると、そのお坊さんはしばらく黙っていましたが、やがて、のうそのやと、聞けばこの頃のあの矢作の橋が流されてしもうたそうじゃの。
はい、さようでございます。橋はなかなか流れそうもない丈夫な橋であったがの、それでございます。この度の洪水は近年にない、それはそれは大変なものでございまして、あの丈夫な大橋もとうとう流されてしまいました。そうであったか。しかし橋は流れても、天井から映ってくる月影はよもや流されはせぬであろうがの。その言葉の終わらぬうちに、お園はにっこり微笑んで、ありがとうございます、お助けの月はまんまと園の心に映ってくだされました。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と二人でお念仏申したという話であります。宮城県気仙沼の慈福寺住職であった片山修行僧は、震災で私たちは多くのものを失った。かけがえのない家族や仲間、多くの財産を失った。しかしそれ以上のたくさんの人々の真心をいただいた、と語っておられた言葉を思い起こします。最後に、新民先生の詩をもう一つご紹介いたします。光と闇という詩であります。光だ光だという人にはいつか光が差してくるし、闇だ闇だという人にはいつまでも闇が続くと。知人のカメラマン平林克美さんが震災10年この春に写真集を出されました。春、見ようとすれば見えるものたちというこの題の本であります。平林さんは被災地の写真を長く撮ってこられています。この写真集も震災直後の写真から今年の写真まで10年間被災地に通われたその集大成であります。特に平林さんは被災地の空を映してきておられます。悲惨な光景ではありますが、そこには必ず光が差してくるいるのであります。そんなことを気づかせてくれる写真集であります。平林さんは後書きの中で、どの写真からも伝えたいことがあると、こう書かれています。それは何かというと、どんな状況にあっても希望の日は昇ってくるということなのです。さつき晴れの空に鯉のぼりがたくさん泳いでいる写真も収められています。その写真には、向かい風も飛ぶ力に変えられるという言葉が添えられていました。それぞれの写真に添えられた言葉も素晴らしく、これは横川健二さんという方の言葉であります。また巻末にある原油早急先生の文章も、これまた素晴らしいものであります。本の帯には玄佑先生の、私はこの本に希望の仕組みを教わった気がするという一言がございます。さて、今私たちは見上げれば何が見えるでありましょうか。では今日も姿勢を整え、呼吸を整えたいと思います。両方の足で床をしっかりと踏みしめて、足に力を入れて立ち上がるという気持ちで、お尻を5センチ10センチ持ち上げてストンと下ろします。そして肩の力を抜きます。息を吸いながらぐっと肩を上げて上げて上げていって、吐くと同時にストンと下ろす。またこのぐっとこの息を吸って吸って吸いながら、肩を持ち上げて持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろす。そして最初口を開いて強く息を吐き出します。お腹の中に溜まっている空気も、胸に抱えている思いや煩い事も全部吐き出すつもりで、
と吐き出して、その後すぐ口を閉じます。すると鼻から空気が自然と入っていきます。その時に体の隅々まで空気が入っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと思わず微笑みがこぼれてくるように、息を吸い込んで、その後は口を閉じたまま鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座ります。ありがとうございます。今日も良い一日でありますことをお祈りしております。